It's a great joy for me to assist at the launch of a cultural exchange initiative between Japan and the Holy See on the eve of Pope Francis' visit to this noble nation in the new Reiwa era. I express the ardent wish that the apostolic visit may bring peace to all peoples of Asia and a momentum to the already existing excellent bonds of friendship between Japan and the Holy See. バチカンと日本100年プロジェクト、感謝申し上げたいと思います。とても素晴らしいプロジェクトであります。そのプログラムで素晴らしいことは、今なんかグローバルどうしましょうかということではなくて、もっと深く、歴史と現在の時代を見て、そして文化交流をやる。でそれは本物のグローバル化の基本ではないかと思いますね。ですから、日本はそれを必要とすることです。でも西洋も必要とすることですね。このプロジェクトは、教皇の訪日を発表される以前からスタートしていまして、この度教皇フランシスコが日本に来られるということと、オルシー枢教がまた、枢教になられたということで非常にこうタイムリーといいますか、私たちにとっては非常に嬉しいことが重なったというプロジェクトであります。整理それから新発見、この2つの柱を持って、様々な研究活動とそれから、この文化交流史、教皇庁と日本との深いつながりを明らかにしていくのはこの、プロジェクトの目的と。21世紀になった今日でも、世の中には知りたいこと、知らなければいけないことに満ち満ちていると思います。せっかく開かれたわずかな扉の隙間を我々はこのチャンスを大きな成果に切り替えていくために努力してまいりたいと思っております。どうか皆様のご講師を、心からお願い申し上げまして私の挨拶にしたいと思います。ありがとうございました。